すごいアップになっちゃいましたけど、今撮ってるんですか。今撮ってます。はい、これあの編集はできますので。 ありがとうございます、はい、もうあれですから、あの結婚の終わってますんで、それ用の写真じゃなくて結構ですから。はい、はい、ちなみにあのこちらあの今回ねフィール旭川さんの方であの開催中の、ブースさんなんですが、あの今回先ほどもねちょっとお話いただいたんですけど、ブースのお名前は私トカチ無添加屋って言います。トカチ無添加屋さん、飾るのがないんでどっか置いちゃったんですけどね。あとね先ほどもちょこっとお話いただいたんですけども、アップル草原ポーク。そうです、アップル草原ポークって言います。はい、ですね、このアップル草原ポーク、うん、通常ね、もうお客さんの中でアップルポークって言って、あ、アップルポーク、はい、なの由来はリンゴ食べたんです。リンゴとジャガイモとみりんかすと、はい、お米、それと日高昆布だけで育ててます。配合種類一切やってません。徹底してますね。それをすることによって何が違うんでしょう。一言で言うとね、肉が素晴らしく美味しくなる。肉が素晴らしく美味しくなる、はい、あの特に油の質が甘くなるんですよね。で、発酵させて使ってるもんですから、豚もすごく健康なんです。それでこういう内臓なんかの、燻製、はい、これもね原料だけで味が変わるんですよ。はい、簡単にもう本当に、まあ、全部そうなんですけど、こんなもんしかうち使ってないんですけど、それだけでできるんです。いろいろ入れるっていうのはごまかすんですよね。あ、色だとか、色だとか、なんとか、はい、まあ、あの発色剤使ってませんから、うん、空気触れると確かに色変わってきます。うん、それは別に味には変わりません。はい、だからもう無添加ってそういうもんだと思って食べてください。うん、で日持ちもやっぱり、落ちますけども、こうやって燻製になってることによってね、はい、そうですね、冷蔵で1週間や2週間は味変わりません。ジャーキーなんかだったら本当3週間くらい味変わりませんから。まあ、真空パックにもなってますしね。そうですね、ただ口開けたらその日のうちに、もうすぐに、はい、先ほどちょっとお伺いしたんですけども、あの口開けたらもうその日のうちにっていうことで、そのためにも、美味しい なんつらいんですかね、こう口開けて食べきれる量ということで、1回で食べきれる量で、でこうされてるということですね。もったいないわと思うんだったらね、ラップにくるんで冷凍庫入れちゃう。冷凍しちゃえば気持ちはいいですから、はい、でもねきっとね、もったいないわっていうよりも、まあ、気持ちは分かるんですけど、美味しいんでね、あっという間食べちゃいます、はい、先ほど試食させていただきましたけど。旭川はね初めてなんですよ、販売にしたのは。はい、でなかなかこれね、日頃は先ほども聞いたんですけど、はい、コロッケと餃子しか、コロッケと餃子とハンバーグしかないって言ってたんですが、今回はねこちら あのお肉の加工品、なかなか売ってないよっていうことで、イベントの時だけっていうのは、先ほども言いましたけど、お肉はもう全部レストラン行っちゃいます。遠くは神戸まで行ってます、遠くは神戸まで、はい、ただね、料理屋さんレストランって使う部位が大体一緒なんですよ、で使わない部位も大体一緒なんで、はい、それでこういう自分で加工品作って、イベントとか、あとは、お歳暮シーズン、そういう時にこういう一本物のね、こんな感じ のハムとかチャーシューとか作って出すんですけど、はい、大体もう知ってる方だけで終わってしまうというか、それで市場になかなか出回らないということなんですね。はい、今回ですね、5月の18日から20日までの3日間、旭川ではもうここで今回この3日間でしか買えないと思います。皆さんぜひいらっしゃって買っていただきたいな、食べていただきたいなと思う一品です。はい、ありがとうございます。はい。